巨人、金剛力、じゃあ足絡みじゃねえ、金剛力、千切り、セイントファイヤー効かんしょこいつ。うん、ライトボール、違う、こいつは足絡め、おい、まあまあ入るな、効く、セイントファイヤー効かないな、はい、わかりました。暗闇はないと、ミス、ミスってことはスタンは入る、うえーマジ、そういや剣持ってるもんなこいつ、ちょっと待てソードバリア必須じゃんこいつ、しかも水長剣の見切り、うん、水長剣の見切りもあったね、ダメ、戻る、くっそ、よし、あーくそ、ダメ、戻ろ、はい、回復薬と、あれだ、水長剣の見切り持ってこよう。全員にソードバリアも出せるよりだったら、まああいつ多分ね剣持ってるから剣の技ばっか使ってくると思うから、多分ソードバリア使えば完封できるぐらいのね展開にはなると思うんだけど、そうなると今度天の術を全員に覚えさせないといけなくなっちゃうから、うん、だからそれだとちょっとね、ちょっと都合悪いんですよね、全員うん、軍師はソードバリア使えねえしな、あでも軍師だけか、どうなんだろうな。いや、水長剣、いや、水長剣のね。あれ、効かね？ストーンシャワー効かねえんだ、こいつ。水長剣の、あ、効いた。水長剣の見切りだけを持ってこよう。うわぁ。あれ、ここすれば入ってないな。いや、やめとこう。ちょっとまだ回復薬がないし。退却、いいよっと、実家に帰る、はい、いやもうほんとダメだねこの大の工程はうまくいかんわ、ちょっとやっぱ自分でも慣れてきた感があるからだろうな、これこのゲームに慣れてきた感があるからこういうボンミスすんだろうな。黒曜石の剣、はい、ありがとう。次はガーダー、あ、やれ、黒曜石幻獣剣とどっちが強い、あ、強い、これにしよう。オッケー、いい武器手に入った。とりあえず寝るわ。ちょっともう一回行ってみて、巨人倒したら、
終わりますわ。はい。誰か来ないかな。来ねえな。ちょっと、水長剣、水長剣。なんと水長剣。見切り。体験。これだ。よし。で、レグは技がいっぱいになっちゃったから、気弾消そう。ジョルトカウンターも消そう。あー、回復薬、回復薬。よいしょ。で、引き出す道具。術種。20個ぐらい。まあ、25を残しで。リラックスハーブ、情熱の香水、結界石、森の精液、あ、20個残しぐらいで。よし、ちょっともう一回行ってこよう。あー、もう一回行く前に、術レベルもだいぶまた上がったと思うから、今のワンバトルで。ワンバトルツが、一回行ってきただけで、術レベル上がったと思うから、もう一回、チェック。まあ覚えてはないと思う、覚えるっていうか、次の段階はまだまだ来てないとは思うけど、一応チェックしておいた方が、いやでもそんな変わってねえか。そんな変わってねえか。いや一応チェックしとくか。はい。はい、ない。ないね。うん、多分ねえな。えい。うん、ねえな。ソードバリア使えるやつは使っとくか。一応、水長剣以外の攻撃も無効化したいから。うん。OK。うん、一応見切り、水長剣の見切りはつけてきたけど、ソードバリア使えるやつは使って、他の攻撃をシャットダウンしてしまう。あれ、もう一回行かなきゃダメなんだ。ナゼル海峡、あのめんどくせえとこ、ちょっと行こうか。じゃあ、はい、ちょっと適当に動いてるけど、よいしょ。どうだ。あー、やべ、来た。あー、やべ、ちょっと一回ラピッドが崩れたので、よっと、あれ、いけない、いけない。これでいけるでしょう、多分。いけるんじゃないか。ああ、おう、いけるよな、多分。よし、で右、オッケー。ちょっともう一回行こう。なんじゃこりゃ。これ前戦ったことあるな。マシンガンジャブ。こいつ空圧派使った方がいいんじゃないか。セイントファイヤー。セイントファイヤー効かねえかこいつ。アンデッドじゃねえから。ストーンシャワー。いけ、空圧派。入ってくれ。オッケー。まあまあこんなもんでしょうな。オッケー。ストーンシャワー行け。
超音波。違う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 、こいつは物理で押しちゃうか。千切り物理で押しちゃおう。マシンガンジャブ、無名剣、まあ青龍剣あたりでいいか。青龍剣マシン、あー間違う違う違う、マシンガンジャブ。オッケー、鬼が、鬼がいる。ちょっとここ行ってみよう。トラップかもしれないけど、あーくそ、トラップだった。まあしょうがないねこれはね。ストーンシャワー、ストーンシャワー、セイントファイヤー、どうするどうする、ライトボール、ストーンシャワー、もう岩をひたすら投げ続ける。えい、こうリオーダーはまあ割と術使えるんだな。うん、これ多分女の方だったらもっと術使えるのかな、術よりのなんか剣使えるみたいな感じなのかな。オッケー、よし来たね。これは水長剣使った方がいいでしょう。水長剣、水長剣の残像剣、残像だ。ストーンシャワー、よっと。上のやつ剣持ってるから、これも多分ソードバリアとか使えばかなり抑え込むことはできるとは思う。多分水長剣、もう一回残像剣、まあこれで落とせるってのは分かったから、いいよっと。えい、よし、残像剣かなり使えるな。うん、くっそ逃げるぜこれ。よし、かわすかわす、よいしょ。さあもう一回行こうか。水長剣、水長剣いける、いけるな。残像剣、セイントファイヤー、ライトボールの岩。あらよっと、いいねいいね、残像剣かっこいいな。はい、うん、残像剣かっこいいわ。ファングラディシュ、これやばいんじゃない、大丈夫。マシンガンジャブ、ちょっと素の攻撃を、攻撃力っていうかどんぐらいダメージ入るか。ライトボール、まあ熱風でもいいと思うけど、熱風ってなんだっけ、火と血だったっけ、どうだったっけ。養成校が点と、点と何だったっけかな、術、養成校が、あ、風か、風と火、あ、じゃあ養成校は点と風、熱風が火と風か。まあそのまんまだよな熱風っていうぐらいだから、スライムは戦いたくないのよね。
スライム嫌だ。はい、よいしょ。残像だ。オッケー。いやー、このセイントファイア本当お気に入りだわ。よし。ちょっと逃げるぜ、ここ。スライムは嫌。もう典型的に僕は脳筋パーティーというか、物理パーティーが好きなんで。あ、こいつは大丈夫か。好きなんでね。スライムって戦いにくいのよな。よし、行くで。あー、後ろは垂直元気かない。であればストーンシャワー、残像剣、セイントファイヤー、ライトボールの岩。よし、後ろの妖精さんも落とせんじゃない、これで。オッケーオッケー。いいね、いいダメージ入ってるよ。暗闇、岩。今いいね、一ターンで落としきる。これぞ速攻技。もうラピッド様々ですわ、ほんと。くそ、通してくんねえな。はい、まあ皇帝のねストーンシャワー弱いけど、まあどんどん使っていこうか。これから使っていかなきゃ強くはならんからね。よし、くそー、倒しきれなかった。強い強い、チェックしよう。いやー、もうここは倒しきる方向で行くぜ。生き返らせないで。うわー強い、こいつはやべえ、こいつの火力はやべえ。このターンで倒しきれ、倒しきれ、頼む。オッケー、よし。残像剣、まあこの辺はさっきよりは楽だと思うけど。どうでしょうかと。いいんでないの、いいんでないの、いいんでないの。えいやー、毒撃、いいね、大丈夫だね。ちょっと舐めたらやられるということで、もうさっさと必殺使って倒しにかかってしまうぞ。うわー、くそー、落ちねえなー。もう新しい剣強いね。うん、通常攻撃だけで600いくらだから結構使える。うわー、もうスライム嫌なんだよなー。あー、これだったら大丈夫そう。これだったら大丈夫そうだね。はい、くそ外した。
外したえい、聞かない、聞いてくれりゃいいのにな。アンデッドじゃなくても聞いてくれりゃいいのにね。まあその代わり特攻がつくみたいな感じなんかな。来た、一応ちょっと技術回復させとこうか。そんな技もそんなにちょっと使わなくてもいいかもね。まあ一回ぐらいで術種、術種もそんなに、まあモグラぐらいか、モグラぐらいだよな。あーでも開幕ソードバリア使うからな。まあいいや、ソードバリアちょっと使えるやつは使っていく。ソードバリア、ソードバリア、こいつは使えない、使えない。養成校、養成校、熱風、んー何やる、ライトボール、ソードバリア、いいね。これ他の人にソードバリア付与させてあげることってできねえんだ。あくまで自分だけなんだ。そっかそっか、そういう縛りがあんのね。 OK OK、 なんだそういうこと。混合力、いや待て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 、もう攻撃に転じよう。無名剣、ほんといろいろやってみたいな。音速剣とかどう、なんか覚えてくんない。こっから派生してさ、セイントファイア効かねえだろうな。熱風、混合力、よいしょ、いいね、いいダメージ出てるよ。熱風、うん、まあこんなもんだよな、やっぱ。よし、オッケー。ソードバリアあればほんと楽だわ。マシンガンジャブ、セイントファイヤーは効かない。はい、うん、やっぱ無名剣の方が強いな。まあ無名剣は最強クラスだからね。あ、オッケー、バカめ、あー麻痺ったやつは食らうのか。そっか、そういうことなのね。麻痺ったやつはダメなんだ。また一つものを覚えたぞ。あ、オッケー、いくら攻撃しても効かないっていうね。あーみたいな感じ、敵はなぜみたいな。OK、 マシンガン、音速剣はちょっと覚えそうにないな。普通の通常攻撃どう、なんかさらに強い技覚えてくんねえかな。月光で自分回復するか。どうしましょう。ストーンシャワー、うーん、技覚えねえな。
にしてもこいつ相当タフだぞ。えい、峰打ち、またそこ行く、またそこ行く、くそ、5分の1だぞ、5分の1、くそ、こっから技覚えんな。いやー、それにしてもタフだな本当にこいつ。あー、オッケー、ようやく、よし、アメジストの斧、アメジストの斧、ほう、これだけ、これだけっぽいな。まあまあまあいいか、とりあえずは。あ、違う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 、はい、まあまあいいや。じゃあアバロン戻っ、あ、間違った、ソードバリアちった、アバロン戻ったら終わりましょうか。はい、ライトボール、これで落ちてくれればいいけど、落ちないだろうな。あ、落ちた落ちた、 OK、どっかで術使いの工程入れたいね。はい、ちょっとこいつ強そうだからガチで、ガチでいくぜ。あら、よっと、セイントファイア入らないのがちょっと痛いよなこれ。マルガリータ、業師はやばい、大丈夫か、ちょっとササル倒してしまってくれよ。うわー、タフだなこいつ、くっそ、よし、逃げろ逃げろ、オッケー、よし、じゃあとりあえずアバロン帰るわ、アバロン帰って寝て終わる。はい、次どこ行けばいいのかな。あ、ちょっと待って、アメジストの斧の攻撃力とか見てないね。36、身代わりを作り出す方、まあまあ強いんじゃないの。あ、ちょっと待って、武器できたかな。はい、メタルガード、ほうほうほう、コンボ、コンボか、まあいいや、いや一応やれ、コンボ使わんけどね、うん、よし、おっと、どこ行きゃいいのかな。ロンギットか、船出せねえっつうしな。あー、そうだ、一応人魚役ちょっと持ってってみるか次回。そう、ロンギットの嵐がね、ちょっとどうしていいもんか。人魚役確かまだ倉庫に入ってたと思ったけど、それ一回持ってってみるかな。
それで何も変わりなかったらちょっと、武装小戦団の皇帝が出るまで待って見るとか、仲間にいるだけじゃ多分ダメだと思うんだよな。まあまあちょっと一応人形役持っていこう。あったよねこれ、ちょっと持っていけばもしかしたら状況変わるかもしれない。はい、じゃあ今回はここまでにしておきましょうか。うん、ここまでにしておく。能力、まあ術上がったっちゃ上がったけど微妙だな。ちなみにですね、今日はいつもよりもちょっと早めに終わっ、まあ早めにね、始めて早めに終わったので、ちょっと休憩したら第2部やろうかなと思ってます。ドラクエ4、はい、やろうかなと思ってます。あっちが30までいったな。ちょっと術見に行こう。術見に行って終わろう。はい、ちょっと休憩したらドラクエ4やりますので。僕ねまだちょっと飯食ってないので腹減っちゃってさ、飯食ってからドラクエ4やりたいと思っております。なんかレゴ、ああ覚えてないか。まあまあいいや、オッケー。よし、じゃあ今回はここまで、ロマサガ2はここまでにしておきたいと思います。はい、ちょっと休憩したらドラクエ4始めるんで、そちらの方もね、よかったら見に来ていただきたいなと思っております。はい、あ、一部だけにしとく。はい、いいですよ、いつでもね、時間の時見てね。はい。うん、よっしゃ。というわけで、今回ここまでです。ご視聴ご清聴ありがとうございました。